春、それは就職活動。春、それはエントリーシート。春、それは中二病ブログ。そんな季節がやってまいりました。ちょっとほんまズボンの履き心地悪ない？はい、どうも花尾です。というわけで皆さん、生きていると働かないといけないと思うんですよ。やっぱり今回ですね、なんと花尾の黒歴史シリーズ、まあ、昔そういえば僕もやったなーっていうのがあって、で僕の場合はどういう感じだったかっていうと、就職活動して会社に受かったんですけれども、結局、まあ、1月ぐらいにですね、僕は内定をちょっと辞退させていただいたんですけれども、その時のブロギング、いわゆるブロガーが発掘されたので、ね、今回はそちらをね、皆様と一緒に読んでいきたいと思います。というわけで第1回花尾のブロギングダークバターソウルー、イエーイ。はい、お、ありました、これね、再スタートという記事、さあ見ていきましょうか。これポチッとな、おい来たぜこれ。いやー、これ2018年1月なんで、まあ、電眼が就職してしまう時ですね、2018年。今からもう3年前ですよ。もう今から時早え、怖っ。これちょっと音読していきましょう。はい、気合い入れろよ俺。よし頼む、よし行こう。本日内定先の会社に正式に内定を取り消していただくことをお伝えさせていただきました。はぁ、Facebook みたいな書き方してる俺。なんか俺の得意技で、誰が読むっていうつもりもなく書き連ねてるっていうね、俺の得意技なんですよこれ。うわー、もうこれ来ましたよこれ。ここ3ヶ月僕は悩みに悩んだ。会社を取るか YouTube を取るか、まあわからんでもないその気持ち。まあ当時確か登録者何万人ぐらいかっていうと、40万人から50万人ぐらいの登録者の人数ぐらいですね。はい、布団に入り目をつぶればそのことしか考えられない。会社に入った自分、 YouTube を続ける自分、その両方を何度イメージしても思考は堂々巡り、答えが出ることはなかった。おそらく正解なんてものはないのだろう。おお、正解なんてない、解のない答えを探し求めている。いや、このちょっと中二チックなところ何なんでしょうねこれね。まあ、中二チックな自分もう俺好きやで、ね、俺は好きなんですよこのやっぱ鳥肌が立つような、もうおぞけが立つようなこういう文章、僕大好きです。これ結構さ、なかなかこれあれじゃない、やっぱ臨場感あるくらい、これ当時の自分ですよこれ。紛れもなく人生における選択肢なんて、人の考え方によって正解は変わるし、結局最後はもう理屈とかそういうの抜きで、こっちがいいからこっちみたいになる。合理主義者の僕はどうしても正解を選びたがる癖があって、少しでも失敗しないように今ある実力で最も確かかつ最大の利益が出るような選択を今までしてきたと思う。ちょっとごめん、これほんまにこれ結構刺さるわ、今の自分にも、これ今の自分にも刺さってる。これもしかしてメインチャンネルかな、これワンチャン、ごめん、これいいこと言ってたらもしかしたらメインチャンネルショックするかもしれない、ごめんやけど、そうなったらごめんね。ね、これね、高学歴の人も共感してもらえると思うんですけども、少しでも確実な未来の方に進んじゃうっていう、ね、癖があると思うんですよ。その正解を選びたがるっていうね、やっぱその僕たちって今までその正解を出すっていうことに特化してきたんで、どうしてもそのレールとか、その決められた答えに沿って行きたくなってしまうっていうのが、まあ僕にもあって、でも、まあ、少しでも失敗しないようにしてしまう、そのプラスになるっていうかは、まあ、そのマイナスにならないようにっていう選択を僕もしてきたと思うんですよ。けれども、ちょっと続き読みますね。けれどもこれに関しては答えなんて存在しない。それでも答えが欲しい僕は、人生観を問うような本を買い漁り、同じく企業を辞めた人にお話を聞いたりと、少しでもいい選択を探し求めた。でも今悩んでいるこの2つ、 YouTube と就職、自分の価値を最も発揮でき、かつ自由にやりたいことを取るか、本当にやりたいかはさておき、就職して社会経験を積み、ビジネスマンとして成長することを取るか。うん、これでもこれ結構これ多くの人が今抱えてる問題かもしれんな。これ最近の時代ってやっぱやりたいことをやっていく、いけるんじゃないかとか、結構自由に生きる社会に突入してると思ってるんで、結構みんなにとってもなんか同じような状況にいる人はちょっと多そうですよね。これ続きいきます。 YouTube はやりたいことではあるけれども、その次はあるのか。
誰も社会復帰させてくれないのではないか。就職ならビジネスマンとしてスキルは磨きたいし、自分が社会でどれほど通用するのか見てみたい。でも今の47万人の視聴者を置いて、ここまで積み上げてきたものを置いて、今しかできないこの YouTube を半ば引退、半ば継続という中途半端なものにしていいのか、そんな考えがひたすらに巡っていた。いやー、ちょっとね視聴者を引き合い出されたらちょっとせこいよな、これな。自分求められてるからみたいな言い方で、ちょっとなんかその言い訳ちょっとずるいね、これ君。まあ確かにそのやっぱ積み上げてきたっていうね、自覚はあって、僕ってどっちかというと器用貧乏で、そのある程度何でもできるんですけど、突出して何かできるものって今までなかったんですよ。絶対的にこう何かのプロっていう感じではなかったんですよ、今まで。だからこそ YouTube っていうのに、まあ、ちょっと可能性を感じてたっていう自分がいて、このまま行ったらもしかしたら100万人行って、何やろ、初めて自分自身がこう突き抜けたものを見つけられるかもしれないっていう希望が結構ね、この時あったんですよ。まあ、だからこそめちゃくちゃ迷ってましたね。はい。そして出した結論が、その両方のメリットを取るという、なんとも欲張りなものだった。欲張り説得しちゃったかー。はい。YouTube を軸としてビジネスを展開する。YouTuber としてビジネスマンになる。何言ってんだこいつは。え？ビジネスマンっていうね、定義がちょっとよくわかんないんですけども、まあ、YouTube ってまあ仕事にしてる時点でね、まあ講義の意味ではビジネスマンだとは思うんですけども、果たしてこの真意とは何なんでしょうか。うん、続き読んでみたいと思います。ちょっとこれ。僕、いちいち中二なんですよね、こいつ書き方がほんまに。これが僕の新たな選択肢。第三の道、いわゆる第三の道みたいなね。イエスオアノーで、まあそうそう行くみたいなね。先見性のある人や、できる人であれば、こんなもの、たやすい選択だし、何当然のこと言ってるんだと言われるかもしれない。うん。確かに。その客観視大事。その客観視大事よ、俺。しかし、社会に出たことのない僕は、社会がどういう風にできていて、どうやってビジネスが成り立っているのか、どう始めたらいいのかすらわからない。安心しろ。お前はもう、やっているんだ。うん。多分ね。そして今も、明確にわかっているわけではない。まあ、彼にとっては、なんやろ、まだ多分 YouTube でお金を稼ぐっていうことが、おかしな感覚だったと思うんですよね。なんかビジネスマンとして稼いでるんじゃなくて、運よくたまたまお金が入ってきてるみたいな感覚。なんか変な感覚やったんですよ。なんか遊んでるだけなのに、お金が入ってくるっていう不思議な感覚。それがなんか偽物のお金みたいな風に捉えてて、おもちゃのお金みたいな。そんな気持ちで YouTube やってたなっていうのは、今でも覚えてます。続き読みますね。しかし、どういう形であれ、このチャレンジが1万人に1人の存在、さらには100万人に1人の人材に僕を成長させてくれるなら、今後どう転ぼうと、また立ち上がれるはずだし、助けてくれる人も現れるのではないかと思う。いいこと言ってんだよな、こいつ。ぽいこと言ってんですよね。まあ、今の僕でもこういうこと書きそうだなと思います。3年前と今の俺そんな変わってないな。やっぱり。まあそれはそう思う。まあ仮にね、まあ途中で失敗とか挫折してしまっても、まあ必ずね、まあ、それをやったっていうこと自体に対しては、すごく誇りに思えると思うんで、今の自分とはもう同意見ですね。完全に。はい、続き読みます。今は10年後が見えているわけではない。多くとも2、3年だ。その間でがむしゃらに、しかし確かな目標を持って活動していけば、また見えなかった景色が見えて、できることが増えていくと思う。おー！でもさ、よくよく考えたら、今でも、このブランドをやったりとかさ、まあ YouTube ファンフェスとか、例えばね、イベントとか出させてもらえたりとか、当時は見えてへんかった景色が、今ではちょっと見えてるなっていう部分もあって、こいつの言うことは、なんか現実のものになってるなと思います、これ。今振り返ったら。うん、なんか面白いな、これ。タイムカプセルみたいで。過去の自分と今リンクしてる感じ。もう一人の僕！続き読みますね。長々と書いてきたが、会社を辞めた今の心情は、とても落ち着いていて、後悔の念はない。そしていよいよ、学生という立場でも、会社にも勤めているという立場でもない、この補助輪の全くない状況で、追い詰められた自分がどこまでやれるのか、我ながら見物である。我ながら見物であるっていうね、よくやるんすよ、この手法。ちょっと自分客観視して、RPG の主人公を操作してる自分みたいな視点。これ俺やりがちなんですよね、これ。これ恋愛で例えると、こうデートに誘うメールをさ、送るじゃないですか。あとは送信するだけっていうところまで来て、この指でこう、押すでしょ。この時に、この指今押したら、
どうなってまうんやろ今後みたいな、この指の動き一つに命運がかかってるみたいな、なんかそういう気持ち、現実の自分にとっては他人事で、あとはもう未来の俺が何とかしてくれるだろうみたいな、そういうね気持ちです。じゃあ最後続き読みます。最後に今日からの目標を書こうと思う。1 YouTube 以外で授業を始める。おお、これでもちゃんとやってる。確かにその服屋さんっていう意味ではもう最近目標達成できたって感じですよね。はい。2海外に行く。3週間これ言ってねえよ。俺海外に行く3週間なんで、海外に行く3週間は謎すぎる。ほんまに分からへん。これに関してはなんでか、ちょっと見て。3つ目英語チャンネル解説。なんやねんそれ。なんやねんそれ、英語チャンネル解説って。お前急にグローバル目指し出したよこいつ。急に何を思ったのね。登録者47万人で登録させるべき人たちがいっぱいいるのに、それを差し置いて海外に行くっていう。正直もう記憶はあんまないんですけど、どういう気持ちだったかちょっと全く理解できないですね今ちょっと。はい、まあ、こんな感じで。で、就職活動ね、まあ、悩んでる人とかもいると思うんですけども、俺もめちゃくちゃ悩んだんですよ。もう3ヶ月ぐらいね。3ヶ月ぐらいほんまに悩んで、最後はね、もう、結局、なんかこういう時って、答えはもう自分の中で決まってるんですよ。もう自分の中で YouTube をやるんだろうな、俺っていうのは、なんか決まってるんですね、心の中では。あとは、その覚悟をもう持つかどうかみたいなとこなんですよね。だから悩んでるっていうかは、覚悟が出るのをずっと待ってるって感じで、多分自分の本心はもう YouTube でやっていくんやっていう多分気持ちやったなと思います。はい、というわけで、まあ就活されてる方もね、よかったらね、まあ、こういう僕の悩みもね参考にじゃないけど、まあ、こういうことあったよっていう、まあ、知ってもらえてよかったかなと思います。というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。それではさよなら。